夕食とは、夕刻や晩にとる食事のこと、夕下、晩ご飯、晩餐とも呼ばれる。一般に、就寝する前の2から5時間程度の余裕を持って食べる傾向が見られ、これが、いわゆる日没の時間帯イコール夕方になるために、夕飯と言われる。日没後の夜間にとる食事は、晩飯と呼ばれるが、夜間の活動時間が長くなった現代では、晩飯を、 夕食と呼ぶことも多い。夜間、特に深夜帯にとる食事は夜食と呼ばれる。夜食は通常、夕食とは別に摂取されるものであり、夕食とは区別される。夕食の位置づけは文化圏ごとに異なる。日本での夕食は、1日の中で質、量ともに最も充実した食事になることが多く、1日の食事の中では最も時間的なゆとりがある食事である。 ただし、前週においては昼食を主とすることで夕食を質素に済ませる。平安時代の天皇は夕食を猿の時に食したが、江戸時代となると鳥の時くれ六つに食すようになる。一方、近世の聖衣大将軍は猿の時夕七つ半に食し、時に大奥で食べることもあった。英語圏における夕食の位置づけは複数ある。英語におけるディナーは その日にとる主要な食事を指す。夕方の時間帯に開催される正式な社交行事で食事が提供される。昼に食べる料理であっても、それがその日にとる主要な食事であれば、ディナーとなる。ディナーパーティーは、晩餐会、夕食会の意味として使われることが多い。ディナーで提供される料理の一例英語の、ディナーは古フランス語、ディスネからの借用であり、これはもともと、 断食することの意味であった。13世紀半ばにその意味が変わるまではその日にとる最初の食事を意味していた。ブレークファストが朝にとる食事を意味するディナーからの翻訳借用の言葉として英語で使われるようになったのは15世紀以降のことであり、これは夜間の断食期間を破るという意味であった。イギリスにおいてはディナーはその日に取る主要な食事を意味している。 19世紀中頃以前の農耕社会では、ディナーは昼間にとる食事であった。その後の夕方の残り物の軽食については、上流階級の家庭は、T と呼んでいた。中流及び上流階級の男性の多くが都会で働き、郊外で暮らす家族を養うようになり、多くの食事のために昼間に家に戻ることは不便となった。1860年頃まで多くの上流及び、 中流階級家族は食事時間を切り替えた。家の女主人はランションと呼ばれる軽い昼間の食事をとり、午後にはアフタヌーンティーと呼ばれる軽食が続く。その後、主人が仕事から帰宅すると多くのディナーの食事をしばしば客を招待して食べるようになった。夕方での正式な食事は例外なくディナーと呼ばれたはディナージャケットと呼ばれる。 イギリスにおけるハイティーでは午後の日没前に軽食を取り、児童は日没以降は就寝するまでの間食べ物を口にしない。農家と労働者階級の人々は家の近くで働いていたため食事の時間は急激には変化しなかった。彼らは主要な食事は昼間に取り、ディナーに続いて夕方の軽い食事、ティーを取る。階級によるこれらの慣習の相違のため、 ディナーは上流階級が使う場合は夕方の食事を意味し、労働者階級が使う場合は昼間の食事を意味していた。労働者階級にとっての夕方の食事はティーである。イギリスにおける階級制度の名残が夕方の食事に使用する言葉に残っている。先祖が上流階級の場合、ディナーともティーとも言わず、区別せずにサパーと呼び、 これは伝統的に集会の後の夜遅くにとる食事を意味していた。夜半過ぎまで続く舞踏会やパーティーの後には大抵はサッパーをとる。北部の人々はココアやホットチョコレートのような牛乳入りの飲み物とビスケットをサッパーと呼び就寝の直前に食べる。イギリスにおいては学校給食をスクールディナーと呼ぶ。これは 学校給食が労働社会級の子供たちのために食事を提供していた歴史を反映している。学生食堂で働く女性はイギリスではディナーレディと呼ばれる。家庭から弁当を持参する場合はパックとランチと呼ばれる。ディナーにおけるコース料理は以下の通りである。この後通例、ロイヤルトーストに続きコーヒー、またはブランデーとハマキが供される。フランス語の アントレイは入り口、入場する権限を意味する。L、アントレイ、レアントレイズは英語のスターターにあたる言葉であり、これはコース料理の最初に提供される少量の料理、前菜を指す。英語のアントレイはフランス語からの借用であるが、アメリカ英語においては最も重要となる料理、イギリス英語においては魚料理と肉料理の間に出される肉料理を指す。 ディナーの後には、紅茶もしくは、コーヒーとミントチョコレートや他の菓子、あるいはブランデーや、食後酒が続く。ディナーが多くのコースからなる場合、2から3コースの場合に比べて、各料理は少量となり、長時間となる傾向にある。複数のコース料理によるディナーは、晩餐会や、響き宴といった正式な行事で提供される。正式なディナーは、 通常は夕方の7時半から8時半の間に開始される。昼、またはその直後の場合もあるが、これは他の国よりもスコットランドで典型的である。スペインとポルトガルでは日中の食事が1日の主要な食事である。従って夕方の食事は一般に夜8時以降の遅くに開始される。多くの場合、夕方にとる食事はスペイン語でセナと呼ばれ、 これは英語のディナーに相当する。カメダ、またはオールムエゾは、それがツ日の主要な食事であっても、ランチにあたる食事となる。アメリカ合衆国の南部や、中西部の田舎、アトランティックカナダ、サスカジュワン州の一部、ケベック州においては、夕方の食事はサパーであり、ディナーは昼にとる食事を意味する。昼の食事はアメリカとカナダのほとんどで、 ランチと呼ばれる。オーストラリア、アメリカ合衆国の北部及びカナダではディナーは午後7時頃に取る食事を指す。アメリカ合衆国においては1日に取る3度の食事についてブレークファスト、ランチ、ディナーと呼びディナーはその日に取る主要な食事となる。オーストラリアとニュージーランドにおいてはティーとディナーは同義である。ドイツではパン、チーズ、ハム、 サラダのように火を使わない冷たい食事で済ませることが一般的である。ありがとうございます。